司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。遺言書を最初にしっかり書いておけば途中で書き直しっていうのをしなくてよくなります。その最初にしっかり書くというのの一つとして、預貯金を書く場合には何々銀行、何々支店、普通口座番号何番までで止めておくということになります。その口座番号までで止めることによって金額が変動しても、その口座番号の分は A にあげる、で B 銀行の分は B にあげるとできますんで、その金額まで書いてると金額が変われば変更しないとダメになります。ですけど口座番号で特定しておいて、この口座は A にあげる、この口座は B にあげるとしてると、お気持ちが変わって金額を変えたい場合には口座の中のお金を動かすだけでこう内容を変えれます。実際上の遺言を変えなくても口座の中のお金を移動することでお気持ちに合わせれるっていうことになりますので、まあ費用の面でもお安くなりますので、そのようにまあ預貯金に関しては口座番号で特定しておくということが必要になります。まあ、詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。